こんにちは。よろしくお願いします。お邪魔します。今日は何時に起きました？7時前には起きました。昼食は何を食べましたか？クッキーしか食べてないです。こちらの方で脱いでいただいてもいいですか？はーい、お邪魔します。下半身って来たことありますか？初めて来ました。素晴らしいですね。暑くないですか？はい、今日ポカポカ陽気で気持ちいいですよね。失礼します。眺めどうですか？いやー最高だ。すごい、伊豆大島も見える。いいなこれ。木造とコンクリート打ちっぱなしの家、どっちが好きですか？どっちも好きですけど、うちは木造です。ご出身ってどちらですか？お邪魔します。こんにちは。出身は東京の渋谷です。いつから葉山に住んでらっしゃるんですか？ウニサーフィンがしたくて大学に入ってここに来たので、もう20年以上前ですね。ご自分の子供時代は一言で表すと？あ、真面目でしたよ。小さい頃好きだった駄菓子は何ですか？こう口の中に入れたパチ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 するやつ。小さい頃好きだったヒーローは？あ、スーパーマン。初めて葉山に遊びに来たのっていつですか？それこそその学生の時からだから18の時。学生時代に初めて葉山に来た時の印象は？すごくのんびりした品のある街だなって思いました。学生時代、ウィンドサーフィンで日本一になったっていうのは本当ですか？ねえ、学生で日本一になりました。ウィンドサーフィンのプロ選手だったっていうのは本当ですか？プロというよりも僕はオリンピックの種目だったので、あくまでアマチュアでスポンサーをもらっている、そんな立場でした。好きなウィンドサーファーは誰ですか？その頃、それまで世界何連覇もしたビヨン・ダンカベック。使ってるウィンドサーフィンのボードは？その頃はミストラルで、最近はスターボード。町役場で働く前って何してましたか？町議会議員をしていて、その前はサラリーマンでした。サラリーマン時代は何をされてたんですか？人事のコンサルタントです。サラリーマン時代に一番びっくりしたことは？体調悪くなって病院に行ったら、医者の先生が過労死するよって言われたことです。通勤は電車でしてましたか？電車です。満員電車嫌じゃなかったですか？ドアツードア2時間でしたけど、嫌じゃなかったですよ。サラリーマン時代、一番喜びを感じたこと、何ですか？社会の仕組みが見えてきて、いろんなこう難しい仕組みなのに、結局最後は人間の愛が決めるんだなって思ったこと。好きな食べ物は何ですか？何でも食べます。嫌いな食べ物は何ですか？もう、特にないです。町議会議員に当選されたのはいつですか？平成19年の4月。今、町長何年目ですか？町長としては6年終わって、次7年目に入ります。町議会選挙に出ようと決定したきっかけは何ですか？この海でウィンドサーフィン選手として、すごく葉山にお世話になって、自分が何かできることないかな、守りたい、そんな町だなって思ったこと、自分を使ってこの町で仕事しようと思いました。多数決好きですか？いろんな議論があって、プロセスがあって、最後はしょうがないかなと思います。2階も素敵なので、ぜひ行ってみましょう。行きましょう。町議会議員になってびっくりしたことは何ですか？5時15分に電気が消えて帰る、そんな仕事があるんだなって思いました。町議会議員時代何をされてたんですか？特に僕は葉山にはよそ者として来たという思いがあったので、街をたくさん歩いて、海は知ってたけど葉山の街中を知って、いろんな人に出会ったこと。プリンとクッキーどっち派ですか？プリンです。町議会議員時代、一番喜びを感じたことは何ですか？いろんな人に街のことを教えてもらって、葉山の素晴らしさと同時に、人が本当に素晴らしい街だなって心から感じたこと。普段服はどこで買いますか？どこでも買います、いろいろと。ユニクロ？葉山町長に当選されたのはいつですか？平成24年の1月です。町長選挙に出ようと決意したきっかけは何ですか？自分が議員として言ってきたことを責任持ってやれよって言われた時に、あ、確かに覚悟を持たなきゃいけないなって思った時です。寝る時の姿勢は？うつ伏せです。うつ伏せ。朝寝つきはいい方ですか？すごくいいですよ。朝早く得意ですか？やることが決まってる時は必ず時間通りに起きます。目覚ましかけます？かけます。毎日する習慣ありますか？寝る前のストレッチ。好きな有名人教えてください。ノーコメントで。町長になってびっくりしたことは何ですか？
葉山町長って一人しかいないから、どこに行っても一人の人間として、一人の仕事として、あ、すごいプレッシャーだなって思いました。町長として最初にされたお仕事なんですか？自分自身と、それから役場の職員の皆さんの人件費の削減です。トンビにご飯取られたことありますか？ありますよ。取られたのどこですか？和楽の大判焼き屋さんで、買ってホクホク一瞬しかなかったです、手元に。町長としてこれまで一番喜びを感じたことは何ですか？やっぱり、職員の皆さんや町民の方と協力してやったことが一つの形になったり、みんなの気持ちが一つになる、そんなことを実感したとき。コーヒーと紅茶どっち派ですか？コーヒーです。砂糖とミルク入れる派ですか？いや、めんどくさいから何も入れません。町長じゃなかったら今何をやってますか？町議会議員を続けてやらせてもらってるかな。冬は好きですか？好きですよ。一番好きな季節はいつですか？あ、夏が好きです。クリスマスにもらって一番嬉しかったプレゼントは？ドンキーコングのファミコンのカセット。サンタクロースいると思いますか？子供にはカナダ人だって言ってます。本は好きですか？好きです。子供の頃好きだった絵本は？今とはちょっと違うんだけど、アンパンマンの絵本好きでした。最近お気に入りの本は？いろんな本を読みますけど、バイブルにしてるのはマックス・ベーバー。やってる SNS を教えてください。Facebook、Instagram、Twitter です。葉山の公式 Instagram いいねが自治体日本一って本当ですか？本当です。得意なことは何ですか？得意、何でも頑張りますけど、特にこれと言ってないかな。苦手なことは？苦手なこと、大丈夫、諦めず頑張るから何でも。葉山で一番好きな場所どこですか？どこも好きだな。苦手な場所は？特にないですよ。でも海か山かと言われたら山の方が少し苦手かも。葉山の好きな散歩道教えてください。南郷公園から一周14キロ5キロぐらいぐるっと葉山を回れる散歩道があって、そこに行けるところまで行ってみるのが好きですね。一回戻りましょう。はい。大丈夫？大丈夫です。休日は何してるんですか？休みの日ないです、この仕事してると。座右の銘は何ですか？特にないんですけど、諦めない、絶対に諦めない、諦めないことですね。諦めない。好きな色は何ですか？ブルーです。葉山に暮らす魅力って何ですか？なんかこう、都心にこんなに近いのに、こんなに自然に囲まれて豊かな場所がある。すごく葉山って選ばれた場所だと思います。葉山の海の魅力って何ですか？西向きのビーチがあって富士山が見える。葉山の山の魅力って何ですか？そんな海にすごく近い、でもみんなが入っていける、そんなに大きな山じゃなくて親しみが込める山。海と山どっちが好きですか？どっちも好きですけど、さっき言ったように苦手なのは山、海の方が長い時間だからかな。肉と魚どっちが好きですか？最近は魚が好きです。一番好きな海岸はどこですか？どこの海岸も好きですよ。葉山でいうと、でも御用邸がある石木の海岸はなんかこう雰囲気違うのを感じます。葉山の食の魅力って何ですか？ B 級じゃなくて A 級であること。よく食べに行く葉山のお店はありますか？子供が好きなんでお蕎麦屋さんによく行きます。どこですか？森部。葉山の魅力を伸ばすためにこれまでしてきた施策を教えてくれますか？葉山のたくさん魅力あるんだけど、一番は町民の住んでる皆さんの力、一つになる力、それを使っていろんなことを皆さんと一緒にやってきました。その魅力をさらに伸ばすためにこれからの施策を教えてください。去年オリンピックがこの江ノ島葉山の沖で行われるということで、海外のチームが来てくれました。そのおもてなしをメインにしてくれたのは町民の皆さんです。これからもそういった町民力を生かして世界に発信をしていきたいと思います。犬と猫どっち派ですか？
母さんが猫好きだったんで猫好きですね。2020年のオリンピック、パラリンピックに関わる街の関わり方、教えてくださいますか？最近石原裕次郎の名前を知らない若者が増えてます。改めて葉山っていう名前を国内、まあ、もちろん世界に広めていけたらいいなと思います。英語は話せますか？I love you は分かります。フランスには行ったことありますか？ないです。今までどこの国に行ったことありますか？アジア、東南アジア、それからハワイや北米が中心です。外国に暮らしたいって思ったことありますか？ありますよ。セーリングをやったことあるんですか？国体の時に、ヨットの選手に頼まれて重り代わりに乗りました。好きなマリンスポーツの選手いますか？ウィンドサーフィンの選手ですけど、大学の直接の後輩でオリンピックに3回行っている富澤誠は後輩ですけど尊敬してます。10年後の葉山のビジョン教えてください。葉山の街って今ある姿をそのままに、そしてそれを好きな町民の方々が集まってみんなでこの街を守っていく、作っていく、それが続くと思います。でそこに先ほど言ったオリンピックの国際化もあって、いろんな世界から葉山が期待される街に10年後なってるんじゃないかと思います。葉山以外に暮らしている方々へ一言。一度は来てみてください。そして何もこう日常のこだわりとか何もなしにこの空間を楽しんでもらえると、葉山が選ばれた街、まあ言うと天皇陛下の別荘もあります、素晴らしい街だってことが心から皆さんに感じられるんじゃないかと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に葉山愛してますか？愛してますよ。そしてこの街を信じてます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。実は今回裏テーマで、わらしべ長者を企画していて、それで実はですね、朝石垣海岸で松ぼっくりを拾ってきたんですけど、はい、それでかこれを、はい、今長者が持ってる何かと交換していただきたいんですけど、はい、いいですか？何か持ってきてねって言われたのがそういうことだと分かりました。はい、これは葉山のインスタ、今フォロワー数日本一の、はい、そうですよね、はい、そのインスタを町のガイドブックにしちゃったんですけども、町の魅力がたくさん詰まってます。ぜひご覧になってください。ありがとうございます。松ぼっくり交換してます。はい、松の木、町の木は黒松なんで、町のね、植えてみます。育ててください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。